菊池駅は、かつて、熊本県菊池市にあった熊本電機、鉄道菊池線の駅である。菊池線の区間廃止に伴い1986年2月16日に廃駅となった。国鉄三谷原線が、日後小国駅から東駅まで延長する計画があった。かつては、貨物ホームや多数の側線があったが、廃止直前は、島式ホーム一面二線を有する地上駅であった。 ホーム先端に駅舎兼バスターミナルである菊池プラザがあり、現在もその姿を留めている。前日の通り、当駅舎は電車廃止後もバスターミナルとして機能しており、菊池市内より発着する路線バスの結節点となっている。なお、ここから発着するバスは、ほとんどが熊本電鉄バスの路線がメインとなっており、参考バスのほとんどの路線は、 菊池参考バス停からの発着となる。なお、前述の通り以前は、建物内に案内、乗車券等販売窓口もあったが、現在は閉鎖され、定期券、バスカードなどの乗車券類販売は、建物からすぐ近くにある LP ガス販売会社の事務所に委託されている。また、菊池プラザを発着する参考バスの路線は、JR 九州バスが運行していた。 山賀線を参考バスが引き継いだものである。左から系統、行き先、経由する、停留所。熊本桜町バスターミナルは、以下、桜町 BT と略。ありがとうございます。